町は大阪府富田林市にある寺内町。江戸時代から昭和初期の町並みが残ることで知られる。国の重要伝統的建造物群保存地区を呼び、旧建設商船艇の日本の道百選の一つ。寺内町は大阪府の南東部に位置する富田林市の中心にあり、東西に7本、南北に6本の街路で区画された。 東西約400メートル、南北約350メートル、面積約13.3ヘクタールの楕円型に広がる、周辺よりも一段高い大地上に、近世の町割りを残している。周辺の低地との境目は、幅の広い土井が設けられていて、斜面の一部に竹藪を残しており、また南の石川と面するところから教域が読み取れる。 土井の中にある整然とした街路の両側には、河内風の白壁の土蔵や、格子造りの民家が連なっており、歴史的な街並みを作っている。街の区画は六筋七丁と呼ばれていて、六筋とは、南北方向の通りのことで、東筋、亀が坂筋、城の門筋、富筋、四条筋、西筋の六つの通りを言い、七丁とは、北から順に、一里山町、 富山町、北海所町、南海所町、境町、五ぼ町、林町となっている。現在も多くの町屋が残り、1997年10月に大阪府で唯一国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。また、寺内町のほぼ中心を南北に通る縄文筋は、1986年8月10日に、 歴史性と親愛性を基準に、近世の実地都市として、旧建設省と、道の日実行委員会により制定された、日本の道百選にも選ばれている。富田林寺内町は、戦国時代末期の永禄三年、本願寺一家州交渉寺、第十六世、赤市州が、石川西川の貸し団球場の嵐鉢を百貫分で、 購入し、一向総共生成事別院を中核に開発された宗教自治都市であった。周辺四家村、山中での八人衆の協力で、芝地の開発、御堂の混流畑、屋敷、町割り等を行い、富んだと改めたことに始まるという。結書書には、上記のように記載されているが、結書書は、江戸時代の変産物であることから、 確固たる、信憑性を得ることはかなわない。八人衆は、この功により年寄り役となり、寺内町の自治を行った。織田信長と石山本願寺による石山合戦時には、本願寺、御坊側につかなかったことから、信長から、寺内の義深友別状との書状を得ることにより、平穏を保った。しかし、近年では、 寺内町内部に御坊派と恩恵派がいたことも示唆されている。そして石山合戦終戦後において、織田信長から再度書状を得たがそこには、河州石川軍の打ち飛んだ林と記載されていることから、寺内町を否定した。正確な否定は、豊臣秀吉が1584年に、蔵に打ち化してからという指摘もあることを留意しなければ、ならない。 江戸時代は、講義御領となり、在京町として栄え、南河内における商業の中心地であった。また、酒造業も盛んであった。幕末期には、19名の大組衆により、自治が行われていた。富田林寺内町の構造上の特色として、土井にて周囲を囲んでいる。天四方の出入り口に門を構えている。天外区を五番の目城としている。天 中央に開発根本寺院である交渉寺別院が置かれている点が指摘されている。街路のほとんどは直行しておらず、角で少しずらされた当て曲げによってまっすぐの見通しが妨げられている。ありがとうございます。